近くに警察がいるみたいだな。今夜は外には出ない方がいい。この店は俺がアジトのように使ってる店だ。警察とは繋がってない。安心しろ。どうして？ん？どうして私のことかくまうようなこと。この店特製ブレンドの中国茶だ。その辺の適当な茶とは味が違う。とりあえずそれでも飲んで落ち着け。あなた警察の人なんでしょ？そうだ。さっき柴田が話していたこと聞いてたんでしょ？ああ、聞いてた。じゃあどうして？簡単だ。俺は生活安全課の刑事だからだ。殺しは専門じゃない。でもそれに、たとえあんたが殺人をやっていたとしても俺にはあんたを捕まえることができないんだ。殺人の証拠がないからな。だから証拠が揃うまではこうして身柄を拘束するしかない。まあ任意同行に付き合ってるくらいに思っといてくれ。どうして私の身柄を？あなたの目的は何なの？俺はずっとあんたを探していた。10年前からずっとな。今から25年前、1985年4月30日、あんたは俺の親父と会う予定になっていた。この日の夜、親父は荒川から水死体となって発見された。冴島靖子さん、刑事としてじゃない、父親を殺された一人の男としてあんたに聞きたい。あの日あんたと親父は何を話したんだ？教えてくれ。
なるほどな。これで一つ見えてきたな。25年前の事件、葛城と柴田は裏で繋がっていた。おそらく柴田は25年前のことを餌に今も葛城を脅していた。だから葛城と協力関係にあった新井に殺された。冴島大河が行った上野義晴襲撃事件にはもっと裏があるはずだ。問題はどうしてあの新井が葛城と手を組んだのかだ。まさかこの前起こったあの抗争事件ってのも。ああ、最初から仕組まれたもんだった可能性が高い。あの25年前の事件と同じようにな。葛城に鎌をかけよう。え？新井ってやつの話じゃ、葛城はまだあんたを必要としている。あんたの身柄を餌にして交渉すれば、葛城も取り合わないわけにはいかない。ちょっとまーちゃん、でもそれじゃこの人の身が。何も本当に身柄を渡すわけじゃない。向こうはこの人の居場所が知りたいだけだ。身の安全は保証する。どうだ、それでいいだろう。断ります。どうして。だってそれじゃお兄ちゃんは助からないから。私には葛城の証言が必要なの。安子さん、あなたは葛城に脅迫されて命の危険を冒してまで殺人をする羽目になった。あの男が素直に証言するはずなんてない。それなのに今でも葛城の話信用するっていうのか。あんたの兄貴の無実は俺が証明する。それに俺もどうしても親父の殺された理由、あの事件の真相が知りたいんだ。勝手ね。え？あなたに何ができるっていうの。全部自分のためだけじゃない。安子さん、私にとってお兄ちゃんは全てだった。お兄ちゃんが大好きだった。本当に大好きだった。25年前のあの日、お兄ちゃんがいなくなってから私はずっと一人だった。あなただけじゃないのよ、寂しい思いをしているのは。全員憎い。ヤクザも警察も葛城も真犯人なんてどうでもいい。私はもう一回お兄ちゃんに会いたい、それだけなの。カムロ中央パーキング、そこに止めてある車の鍵です。その車のトランクの中に1億円入っています。え？私は葛城の命令に従って罪を犯しました。最初は一人か二人殺せばいいと思ってたけど、葛城の要求は止まらなかった。次から次へ人を殺すよう私に命令してきた。でも私はもう人を殺せなかった。殺したくなかった。だから借りたんです。誰にですか？スカイファイナンスの秋山さんって方に借りました。スカイファイナンス、
そのお金はあなたに預けます。もし葛城がその1億円で兄の無実を証言してくれると言ったら、そのお金を渡してください。それはわかるんですが、どうして私に？私は今から沖縄に行きます。今からですか？明後日が兄の死刑執行日なんです。兄が前にいた東京刑務所の刑務官の方が教えてくれました。お兄さん、今沖縄の刑務所に？はい、つい先日移送されたみたいです。あくまで内密にということで教えてくれました。多分私が25年間毎日面会に通い続けたからですね。結局一度も会えませんでしたけど。25年間、毎日。もう時間がないんです。だからもし死刑執行が止められなかった時は、せめてお兄ちゃんの近くにいたい。私は谷村さんを信じるしかありません。どうか兄のことよろしくお願いします。あ。
黒署の谷村さんですね。どうして私に連絡を？あんたと取引がしたい。取引？実は今、冴島康子を俺が預かっている。警察にはまだ報告していない。あくまで俺が身柄を拘束している状態だ。なるほど。あんたが冴島康子を使って柴田組の連中を殺すよう命じていたことは分かっている。もちろん25年前の事件のこともな。あんたはまだ冴島康子が必要なはずだ。違うか？それで私にどうしろと？俺は25年前の事件を追っている。事件を担当した谷村という刑事が死んだ理由、それが知りたい。もしかして息子さんですか？あの刑事さんの。あんたが取引に応じてくれれば冴島康子の身柄は渡す。どうだ、25年前の真相を俺に教えてくれないか？条件があります。条件？私としても刑事さんであるあなたに迂闊なことは話せない。それに電話ではあなたが冴島康子の身柄を拘束しているという確認もできない。あなたが冴島康子とつながっているという証拠を見せてください。分かった。1億持っていこう。それでどうだ？1億？ああ、あんたが康子さんに要求した1億だ。その金が今俺の手元にある。安子さんが用意したものだ。取引の際その金を持っていく。俺に会うのはその金を確認してからで構わない。それでどうだ？1億ですか。一階の刑事さんがダミーとして集められる金額じゃない。いいでしょう。お会いしましょう。明日でどうだ？構いません。場所は？カムロ町ミレニアムタワーの前で17時。どうやら頭のいい方のようだ。一番人通りの多い場所と時間、公衆の面前なら襲われる危険も少ない。いいでしょう。5時、ミレニアムタワー前。先に使いの者に1億を確認させます。それでもいいですか？構わない。では明日。
ターに。お待たせしました。あんたが葛城？はい。ではそろそろ本題に入りましょう。谷村さん、あなたはお父さんの死の真相が知りたいとそうおっしゃってましたね。ああ、そうだ。俺の親父の死、あれは25年前の上野義治襲撃事件に関係しているんじゃないのか。私は回りくどい交渉は好きじゃありません。はっきり言いましょう、違います。違うだと？今更何を言ってるんだ。俺は柴田が荒井に殺された時現場にいたんだ。あんたと柴田が25年前の事件でつながっていたことは分かってる。親父はあの事件があんたと柴田の仕組んだものだということに気がつき、そのことが原因で殺されたんだ。そうだろ？確かに谷村さん、あなたのお父さんはあの襲撃事件に柴田、そして私が関係していたことは突き止めていました。25年前のあの事件は私と柴田が描いた絵です。私はあの日のあの時間、冴島大河が一人で襲撃に来ることを知っていた。ちょっと待て、確か25年前のあの事件、あんたは被害者の一人だったはずだ。どうして生き残ることができたんだ？だから知っていたと言ったでしょう。私は事前に冴島がどうやって襲撃してくるかも知っていた。防弾チョッキか。ま、そんなところです。私はあらかじめ備えをしていた。だから助かることができた。それまでです。つまりあんたは柴田と共謀し、自分の組織の幹部を抗争に見せかけて殺させる絵を描いた。
自らが死ぬ可能性があるにもかかわらず。当時私は22歳、柴田さんは30歳。若い2人が縦割りの組織で成り上がるにはそうする必要があったんです。あんたは事件の後まんまと上野清和会の若頭に就任。柴田も登場会で直系へと昇格した。あんたたちの計画が成功したというわけか。ええ、まあそうなります。やけにあっさり話すんだな。もうあれから25年が経ちます。今この事実が警察に伝わったところで私が罪に問われることはない。確かにあんたの罪はもう時効だ。だが極道社会ではそれは通じないだろう。だからあんたは安子さんを使って柴田組の関係者を殺させ、新井に指示して柴田を殺した。そういうことか。まあそういうことですね。あくまで自分の犯行ではないというつもりか。まあいい、話を戻そう。25年前、俺の親父はなぜ殺される必要があった。その理由を教えてもらおう。あなたのお父さん谷村さんは25年前の事件の裏に私と柴田が動いていたことを突き止めた。だがその捜査の過程でもっと大きなものを発見してしまったんです。それは何なんだ。不正です。あなたのお父さんは事件の捜査をしていくうちに警察内部の不正の事実を知ってしまったんですよ。警察内部の不正だと。25年前の事件、あの事件は警察によって捜査されたものだったんです。冴島大河ではない、事件の真犯人を隠すためのね。真犯人だと。ええ、そうです。あの事件、冴島大河は襲撃を行った。でも真の犯人は別にもう一人いるんです。あんたが安子さんに知っていると言った真犯人ってのはそいつのことなんだな。あなたのお父さんはその真犯人の正体と真犯人を知りながらもそれをもみ消した警察の不正を知ってしまった。だから殺されたんですよ。誰なんだ。親父を殺したやつってのは、その真犯人ってのは。こんな時間に外を歩いたのは久しぶりだ。おい、答えろ、カツラギ。その前に取引です。冴島靖子さんの居場所教えてもらいましょうか。何の真似です。この1億はくれてやる。だから靖子さんのことは見逃してやってくれ。彼女は沖縄へ行った。冴島大河に会うためにな。何がおかしい。彼女の役目はもう終わったはずだ。もう手遅れなんですよ。冴島靖子もお前も。25年前の事件、
18人殺した真犯人、あれね。桂木、まだ話は終わってないぞ。ああそうだ、あのあなたが通っている故郷って店、あの店のご主人にもついでに消えてもらいますんで。なんだと。急いで行かないと殺されちゃいますよ、ご主人も可愛らしい中国人のお嬢さんもね。貴様、それじゃ。おい、俺の親父を殺したのもお前なのか。おい答えろ、カスラギ。さあどうだか。そこまでだ。杉内さん、てめえ早く行け。いつも入り浸ってる店の連中が危ないんだろう。はい。お前ら全員捜査一課でまとめて面倒見てやる、覚悟しろ。
待て。Yeah.
っ。